とりあえず久々にこうやって音声レビューをやってみたいんですけども、今までだったら随分下の方というか、本当はこの音、この音声配信が2014年の3月6日木曜日なんですが、本当だったらこれが116か7ぐらいなんですけども、今通してこの190何でやってるのかというと、まあとりあえずこの音声レビューやってみようと思ってるのです。まあどうしてって言われても困るんですが、まあとにかくやってみようと思い、どうせまたこれが最後というわけではなくて、また同じようなかぶってしまうところもあるかもしれませんが、まあとにかくやってみたいと思います。で、2013年の12月28日書いた内容では、メンバーブログの私作り、そこでこのしていろいろブログのというところなんですけど、題名がこれだけしか取れなかったんですけども、で、メンバーブログを新しく作り、そこでこのしていろいろみたいな続きをやった場合なんですが、そうなったらメンバーブログの貯めた探索レベルやアイテムレベルみたいなものがゼロから始まってしまうと、ゼロからじゃそれがめんどくさいのです。また私はメンバーブログをやって探索レベルやアイテムレベルを増やしていくということでやらなければいけないのです。アメーバビッグ全体のサービスはこうしたサービスはブログを買い替える、ブログを変えるときに、まあ、障害になるのかなと思いました。メンバーブログであたりは作ること、メンバーブログ自身は新たにメンバーブログ内で複数のブログを作ることは認めていますが、そもそも自分がなぜアメーバアイランドにはまるまではいかないのですが、よく使っているのかというと、実際の時間が5分経てば体力が1つ回復するという仕組みが面白くてやっています。で、アメーバブログをもう一つ作りそうで移動すると、今までしているのアイディアをパスワードで入れればいいのですが、だんだんめんどくさくなっているような気がしたので、なんでアメーバアイランド自体そろそろ終わりなのかなと思って、やめてもアイテムを使い切れば問題ありませんしということなんですけども、実際まだやってしまってますね。まあ、新しいブログはアメーバブログを作ってないということもあるんですけれども、せっかく貯めたアイテムなどで、素材などでアイテムが作れるので、それを使い切ってから行こうかなと思います。島レベルだったかな、島レベルが今持ってるアイテムを全部うまく使い切れば200ぐらいに行くので、そうすると200使っていい人がいないからいいのかなと思いました。で、ニューエロも本当は税込みだったら4980円なんですけども、こういう表示がまあ税抜きというふうに書いてありますが、なんか安くなったような感じがするのかなと思いましたが、で、2013年の12月28日書いてないようで、月間 PV が2000を超えてもやっぱりアフィリエイトは無理ということなんですが、メンバーブログで過去3ヶ月、今だったら2013年